スパイアはお前の魔術に応えている。また異なる再構成が報告されている。ここでの仕事は終わったと思っていたのに。ヴァンガードはいつも正面から突っ込む。そう思ったのも無理はないな。サバスンが貴様らにそう思わせたかったんだ。だがそうはいかない。彼女はもう一つだけ謎を用意していた。選別だと思ってくれ。ガーディアン、これはサバスンの欺瞞の集大成。彼女が隠しているものを見つけ出して。サバスンは真実と嘘のゲームをするのが好きだった。貴様らガーディアンはいつも困惑していた。なかなか見物だったぞ。それじゃあお手並み拝見といこうか。これはアハンカーラの卵。宿りのエネルギーに汚染されていないリベンの卵か。ありえない。キリュウは私たちが偉大なる狩りで絶滅に追いやったはず。リベンの卵は破壊された。少なくともそう思われていた。ガーディアン、今すぐスパイアから出るんだ。アハンカーラは強力な存在だ。生まれたばかりの妖精でさえも危険は大きい。待って、サバスンは私たちにこれを見つけさせた。なぜ。大混乱を引き起こさせるためだろう。研究施設に持って帰らなくては。何。ここにサバスンの元に残しておくことはできない。他に選択肢はない。もし帰ったらどうなるんだ。あなたが言った通り、アハンカーラの妖精にしか起こせない大惨事が始まる。ガーディアン、トランスマットを起動して。これは確実に隔離する必要がある。無謀だ。あなたを見習っただけよ。ガーディアン、イコラの言う通りにしてくれ。この発見を誰に伝えるべきかは分かっている。サバスンの翼に模様が。奴は約束を守ったのか。最後の願いだ。オフィウクス、クリプトアーキのアーカイブから探してほしい情報がある。アハンカーラの相手をするのは随分久しぶりなの。潜みし者にも報告しないと。アハンカーラの願いの叶え方に関する論文を集めて。それと、なぜアハンカーラが人々の意図を誤解してしまうのか、その仮説も全部お願い。何世紀もの間、最高の知性の持ち主がこぞって研究してきたのだから、いくらでもあるはずよ。それから願いの防壁に関する潜みし者の報告書。キリュウとの駆け引きが裏目に出る可能性を下げるものだというのは知っているけど、テクナウィッチがどのように設計したのか正確に把握する必要がある。夢見る都市といえば、叫びの砦の事後報告書も全て取っておいて、あと失われた最後の願いに関係するものも全部。もしポータルへの道が本当に気流にかかっているなら、私たちにとって知識が最も強力な武器になる。気流は私たちが理解できないほど強力な存在で、おそらく偉大なる狩りのせいで私たちに恨みを抱いている。慎重に行動しないと。アハンカーラ相手に失敗は許されない。もし人類の生存が願いにかかっているとしたら、それは完璧な願いでなくてはならない。